今日の特集は長崎旬暦です。イタリアなどの地中海沿岸が産地のブラッドオレンジを紹介します。あまり馴染みがない柑橘ですが、県内でも作られているんですね。そうですね。手作りのスイーツも登場します。 NCC の食いしん坊番長といえばこの人、佐藤アナウンサーのリポートです。あ、すごいいっぱいなってますね。ここは何を栽培されてるんですか？ここはイタリア原産のブラッドオレンジです。ブラッドオレンジ、はい。松浦市の専業農家、森山茂義さんです。森山さんはこれまでにトマトやイチゴ、花など様々な種類の作物を育ててきたそうです。そして60歳代になって新しいことに挑戦したいと始めたのがこのブラッドオレンジでした。この年になって何をしようかなと思った時に、もうこれしか残りの人生時間がないなと思ってブラッドオレンジは寒さに弱く手間がかかるそうで、森山さんによると県内の生産者は少ないそうです。こちらは今が旬のタロッコという品種。栽培を始めて5年目の今年、やっと思い通りに育ったそうです。食べてください。あ、いいんですか？はい、どうぞ。よいしょ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 。あ、おいしい。あんまり酸っぱくないですね。甘い。あと酸味と甘みのバランスがすごくちょうどいい。このまま生で食べるのもすごく美味しいです。味はポンカンに似ています。でもブラッドという名前の由来からして赤い果肉を想像していましたが、中がまだ赤くなってないですけどね。そうですね、収穫して1ヶ月ぐらいしたら赤くなってきます。この品種は1月に取るもろっていうのは味も色も今最高ですけどね。気になりますね。そのもろがなっているという別の畑に行くと、あ、こっちはまた色が全然違いますね、さっきと。もろです。もろっていう品種ですね。品種なんですね。こっちは皮が赤いですね。はい。どういう特徴があるんですか？まずタロッコよりも早く1月に収穫する品種です。そしてこれは皮は剥いて食べるものじゃなくて、汁だけを、なかなか皮が剥けないんですよね。で、実が小さいです。でもカクテルなどに入れたらもうすごい色に変わります。じゃあ私がイメージしてるブラッドオレンジってこういうタイプだと思います。そしたら皮がね、硬そうですね。はい、硬いです。わあ、な色です。赤いですね。そして飲んでみてください。飲めるんですか？はい、本当になんかちょっとこう血が滲んだみたいな。舐めたりして、はい、赤い果肉はアントシアニンと呼ばれる色素によるものだそうで、ブルーベリーなどにも含まれるポリフェノールの一種です。なんか、あ、すごい赤い汁。ああ、酸っぱい。あの渋い酸っぱさじゃなくて、柑橘のいいところが出てる酸っぱさだと思います。大丈夫ですか？ついてるよ。あれ、鼻血じゃないですよ。手にもついてるよ。あら、あらららら、もろ赤いのがついちゃった。もろだけにとか言っちゃって。よいしょ。はい、ママミーヤー。冗談はここまでにして、茂吉さんの奥様ふさえさんとお友達らが考えたブラッドオレンジのスイーツをいただきます。こんなにたくさん見てください。ドライフルーツにパウンドケーキ、ゼリーなどなど9種類も。紅茶の中にドライフルーツを入れてみました。うん、わあ、これ普通の紅茶に浮かべてるんですよね。はい、簡単に普通の紅茶に、はい、おお、柑橘の風味が少しこうふわっとしますかね。ふわっとするぐらいで、ちょっとこう風味が豊かになるような
いいですね。紅茶に合わせるのはモロの果肉がモロ入ったパウンドケーキです。焼いてる時はものすごくこういい香りが漂ってきたんですけど、今はどうですかね。香りはですね、この中の身の部分、はい、ここが入ってるんですけど、それを噛むとすごくこう風味が一気にふわーって広がります。美味しい、美味しいです。美味しそうでしょう。もうお腹なりましたよね、牧山さん。すごく美味しい。次は房江さん自慢の一品です。すごく綺麗な色。あ、これ美味しい。美味しいですよね。美味しいです。自分で言っちゃなんですけど。すごくこう甘さと、もともと持ってるブラッドオレンジのこの酸味と、はい、あとちょっとこう苦味が、そうですね、ちょっと苦味がもあるから、それがすごくこうコクがあって、はい、気になるんですけど、視界の端のこの白いもの、これ何でしょう。はい、これ大福にしてみました。これブラッドオレンジを丸ごと入れてみました。わー、なんか意外ですよね。意外ですね。美味しいですか。大福、あ、白あんが入ってますか。はい、白あんです。こう白あんの優しい甘さにこの程よい酸味、あとブラッドオレンジの甘さもすごく引き立ってます。なんか喧嘩するかなと思ったら、すごくこう美味しい、美味しいです。爽やかな味。甘いものを食べた後は、すごく綺麗な色、なんかもうカクテルみたいな色ですね。これはシロップとかではなくて、もう全然、はい、もう絞った果汁 100%、はい、じゃあそれを炭酸水で割っていただきます。おお、すっごくさっぱり、お風呂上がりにはさっぱりしていいと思います。家族では飲んでます。主人は焼酎にこれを入れて割って飲んでます。それが美味しそう。はい、アイスやゼリーも美味しかったですよ。このブラッドオレンジは地元でも徐々にですが知られるようになってきたといいます。松浦市の老舗の和菓子店です。ここでは地元の食材にこだわった商品を製造販売しています。まあこちら長崎といえばカステラですね。はい、ブラッドオレンジをどのように使ってるんですか。ブラッドオレンジのピューレとジュースを生地に練り込んで焼き上げました。ピンクの粒々がブラッドオレンジです。なるほど、はい、ご主人の岩本博明さんです。2年ほど前に森山さんからブラッドオレンジを使って何か商品ができないか相談があったそうです。ブラッドオレンジって食材として珍しい、ね、そうですね、それをお菓子に使ってみるっていうのはこう一つ挑戦になりますか。はい、挑戦ですね。もうちょっとやっぱりその色をどう、あの色をどう生かすかっていうのが一番の課題かなって。しっとりしてる。もうこれフォークで刺した段階で分かりますね、しっとり感が。じゃあいただきます。あ、食べた瞬間にこの柑橘の香りが鼻にふわーって広がっていきます。弾力が結構ありますね。そうですね、オレンジ入れることによってその弾力、もっちりとした感じが出ますね。はい、なんかふわふわっとしたカステラもいいんですけど、このこう噛み応えのあるカステラもいいですね。はい、岩本さんはこのカステラを新商品として発売できないか準備を進めているそうです。楽しみですね。こうブラッドオレンジを日本で、特に長崎で食べれるって思わなかったって言ってくださる方がいらっしゃるので、それがなんか楽しみで、じゃあもうちょっと頑張ろうかなっていう感じですかね、今はですね。まだまだもう思うようにはいかないんですけど、なんとか取れるようになってきましたので、あとはもういかに質を上げていくかですね。作るのは本当難しい、もう採算は取れないです、もう道楽です。
亭主のロマンと女房の不満ですよ。夫婦二人三脚で育ててきたブラッドオレンジ、地元の新たな名物になるか期待がかかります。